よく見て。いやーみんな、ね、あの綺麗な歌声聞こえる？どこ？どこ？どこかな？それかここ？どこ？僕から逃げないでよ。回りず、うん、この素敵な声はどこから来てるんだ？この小さい家にもいないし。陸にあるもの。ああみんな僕見つけたよ。僕のアリエル君だったんだね。聞き間違えることのない君の美しい歌声。知らないの名前も。どうしたのサムチン、なんでそんなにワクワクしてるの？アリエルが歌ってるのを聞いたんだ。絶対アリエルだったんだから。そういうこと。君のマーメイドは思ったよりそばにいるものなんだよ。Under the sea, do 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 do, under the sea。 え、スーだったの？僕のお気に入りのお姫様だと思った。ああ、サムチン、がっかりしないでよ。がっかりだよ。ねえ、このお人形がアリエルに似てるし、この子をアリエルに変えましょう。こんにちは。今日は私たちのアリエルにマーメイドの尻尾と鮮やかなコスチュームを作るの。はじめに魚の鱗のベースとなる形を作ろう。これにはサランラップが最適。ちょっと辛抱してね。世界一のコスチュームを作ってあげるかな。サムチン、このお人形にメロメロなのね。この子アリエルにすっごく似てるの。大好き。あー美しい彼女の歌声。この子とデュエットしたいくらい。僕はアリエルを愛してるかな。ブラボーサムチン、素敵なデュエットになるわ。ところで手伝ってくれない？トップを作らないといけないんだけど、ラップをしまったのよ。アリエルのためなら何でもするよ。ハイス。ありがとうサムチン。よし、ラップを取り出して半分に切って、こんな感じ。それからロールから切り離して、よし、2回お人形の周りに巻きつけて、できた。こんな感じよ。次はグルーが必要よ。グルー？アリエルにグルーをつけるの？それって良くない気が。あー別の部屋に置いてきちゃったみたい。取ってくるわ。ま、僕が助けるから、アリエル一緒に逃げよう。変だな、どこ行った？サムもいない。生き延びるんだアリエル、泳いで。サムチン、ダメ、お風呂に入れちゃダメ。ふぅ、ギリギリのところでサムから救えた。マーメイドの尻尾を作りましょう。気をつけてね、グルーは熱いから。大丈夫よ、見て笑ってる。この子この色が気に入ったのよ。それに尻尾がないまま水に飛び込まなくてよかったって。そうだね、僕パニクっちゃって。でも心配。わかるわ、みんなもお気に入りのディズニープリンセスってあるわよね。コメントでみんなのお気に入り教えて。誰が一番人気かな。あー忘れかけてた、何かが足りないと思ってたんだ。僕この子が泳ぎやすいようにヒレを作るよ。いいわねサムチン。さて私たちは作業を続けましょう。よし、ダークグリーンの色に行こう。ヒレは青色なんだ。ヒレがほぼ完成だよ。いいわね、私は前の色でやったのと同じような波の模様を作っていくわ。綺麗。でもあんまりキラキラしてない。ラメが入ったマニキュアを使おう。よし、キラキラ投入。こんな感じ。よく伸ばしてね。それからバルコーティングを加えて。うわ素敵。でしょ。でもこれで終わりじゃないの。だってアリエルは一番綺麗なヒレを持ってるんだもんね。カラフルなグルーを何層かにして。いいね、色も形もいい感じ。みんな、お人形の大変身動画をもっと見たい？どんな変身を見たいかコメントで教えてね。
素敵なヒレの完成。やばい素敵。次は何？尻尾の先に尾びれをつけるの。ご指導願います。サムチン慎重に近づけて。もっと、あ、ストップストップ。いいよ。うん、もう少し。ふうふうしてね、僕見てるから。熱すぎないようにして。大丈夫だってサムチン、お人形は平気。これで完成。じゃあ有名な貝殻のトップを作ろう。尻尾と対照的にするの。ラズベリー色よ。鮮やかな貝の完成。あとはお人形につければ OK。 よしみんな、ほぼ完成。リボンにホットグルーをつけて、デコボコしてるところにつけて。 I love you, I love you。 そしたら貝殻をつけるの。この色、お人形の髪にマッチしてる。よし、乾いたみたい。そしたらリボンを同じ色で色付けして、慎重にここと、見てサムチン、気に入った？この子とっても綺麗。ラップ抜きで貝殻トップをつけたの。そしたらカッターの出番。小さなカットを入れて。みんな、尖ったものには気をつけて。大人の人に手伝ってもらって。なんてこったす。あれだけ時間をかけたのに今度はバラバラにするの？サムチン、早とちりしないの。この数値の形を少し変えなきゃいけないの。すぐにわかるからね。うん、君が尻尾で忙しくする間、僕バージョンを作ったの。急いで2つを並べようよ。たまう？とっても素敵。でもどうして偏ってるの？それは成り行き。早く尻尾を終わらせてショーを始めよう。ちょっと待ってね、サムチン。よし、開いて。早くす。みんな待ってる間にお知らせベルをオンにして、僕の頭数のどっちの尻尾が好きかコメントして。できた。そしたら余分な部分を取って、このラップ部分を切り取って見えないように。こんな感じ。よし、そしたら尻尾を試しましょう。動画は気に入ってくれた？ベルを押して高評価してね。次にどんな動画を見たいかもコメントして。一番いいアイデアを採用するよ。アンダーザシー、歌詞忘れた。私たち歌のレッスンが必要みたい。じゃあまた。そうだね。みんな、どっちの尻尾が好きかコメントするのを忘れないでね。またすぐ会おうね。バイバイ。